私たちが、クラシックで追求しているものがあるんです。クラシックという言葉をはそのラテン語で最上のという意味だそうです。最高の精神と言ったらいいんでしょうね。最高の精神に至りたいと。ベートーベンのファルテットがね、聞こえてくるんですよ。それが力になりましたね。到達する音っていうのは、聴衆がちゃんとね、その音程をね、もう予測してるんです。だって私ね、80の時よりは確かに上手くなってます。やはり一番、興味のあるところは分析しながら組み立てていく段階ですね。音楽というものも僕の考えでは宇宙の性格の中へ入った時に最もふさわしい表現が得られるんじゃないかと。自分の思っているメロディーのカーブと実際に出てくる音のカーブっていうのは全然違うんですね。そうで切ってほしいんですね。自由に抱えてくださって構わない。それでいいんだろう。こんな風にね、譜面はそうやって我々を苦しめるけども我々を助けてもくれている。譜面をそのまま弾いて精神の境目がそのまま得られるかって、そうじゃないんです。何にもないんですね。譜面だけしか、紙しかないんです。その音から出てきてね。これが七不思議です、音楽。